ターザナースは6フラロンぐらい追い切りしました。すごく良い切りでしたね。まあ3番手で直線相手からすごくいい反応してくれました。無理しないで乗りました。でも、まあ、馬は自分で動いていましたのでコンディションが良さそうです。問題ないだと思いますね。とても乗りやすいな馬ですから、フットワークもすごくいいので慣れると思います。中山競馬場で距離はピタリですね。 2500m。 負けた時残念ながら内回りでしたね。阪神、2回、2着3着かな、なりました。でもまあ内回りだし直線短かったし、だから間に合わなかったね、残念ながら、でも、まあ、2500m 中山競馬場でスタミナを、まあ、自分のスタミナを使えるので、最後坂がありますので癒しを使えると思います。たくさん馬がいますけど、エクイノックスとリベルティアイランドいないから、みんなチャンスあると思いますね。まあスターズオンノースは G1 レベルでずっと、いい結果を出してくれました。いつも通りいいパフォーマンスしてくれますので、今回も勝つ自信があります。いや、まあ、有馬記念のは、まあ、日本の中でとても大事な特別なレースですね。3、4年前、オープンステークスは最後の G1 になりましたけど、まあ、昔有馬記念のはG1 のラストチャンスでしたね。まあ、だいぶ昔からスーパーホースが、出てるし、勝てるし、有馬記念はみんなにとって、特別なレースです。まあ、スターズ・アナウンスは乗りやすいでしょ。だから、まあ、どっちでもどこでものポジションに乗れますね。まあ、もちろん彼女のストロングポイントは長足ですね。できれば、ラスト 600m で外側から行きたいですね。彼女の長足を使いたいから、もしスムースな競馬できたら最後全然止まらないので、彼女のビッグストライドを使えばいいパフォーマンスできると思います。すごくいいと思いますね。スーパーホースがいないけどみんな好きな馬を勝てるね。まあ、たくさん馬がいる。スルーセブンシーズ、ダスティエラ、スターズオンノース、タイトルホルダー、すごい人気な馬ですから、みんな楽しんでると思います。ファンの皆さんが、今週有馬記念です。スターズオンノースで、ベストパフォーマンスが欲しい、やって欲しい、前走、ジャパンカップで3着だった休み明けで、今回トップコンディションで、大きなチャンスがあるので、皆さん応援してください。有馬記念を楽しんでください。よろしくお願いします。